前田新垣が今日の先発ピッチャーでした。1回の裏ワンアウトランナーなしから後藤がレフトの前にヒットを放ちます。そして2アウト1塁でイデホ完璧な当たりでした。レフトスタンドに23号の先制ツーランホームラン。新垣からイデホがツーランホームランを放って2対0。2回の表ノーアウトランナー1塁で長谷川のバント。前田のこのフィールディング、加藤さんおっしゃっていました、このプレーですね。このプレーは素晴らしいですね。柳田見逃しの三振、中村センターフライ、ここは前田が踏ん張りました。流れを変える大きなプレーでした前田です。3回表ワンアウトランナー1、3塁、またホークスのチャンス。ここも踏ん張る前田、4-6-3ダブルプレー。4回の裏ワンアウトランナー1塁でバッターボックスにバルディリス、左中間に飛ばします。 T 岡田が3塁に、ワンアウトランナー1、3塁、今日1軍昇格の深江です。スクイズバント、記録ヒットになりました。1点を追加、3対0。5回の表ツーアウトランナー1塁2塁、この回もランナーを背負う前田ですが、また明石を打ち取ります。5回を投げて0点に抑えてマウンドを降りた前田です。6回の表ノーアウトランナー1塁でペーニャ、比嘉がペーニャをショートゴロ、警察団に打ち取りました。要所要所でゲッツーに打ち取るオリックス投手陣です。7回表ノーアウトランナー1塁で今宮ですが、これもセカンドゴロ、併殺打。8回の裏ツーアウトランナー1塁2塁、イデホがレフトにヒットを放つ。横山がホームに帰ってきます。しかしいい返球もあってタッチアウト、追加点は取れませんでした。そして9回の表ノーアウトランナー1塁、柳田空振り三振。今宮空振り三振、これで試合終了です。オリックス連敗は12で止まりました。今日の放送はこの後9時26分までお送りします。